カラードは、南アフリカ共和国における4つの民族集団の、うち、コイサン族、バントゥ系民族、白人、南アジア系民族、オーストロネシア人等、この地域に居住する様々な民族を祖先に持つ、混血のグループ。南アフリカ国内における、人口比カラードは主に南アフリカの西部に居住しており、2011年の同国における、 国勢調査によると、特にケープタウンでは総人口の45.4%を占めていることが判明している。遺伝学的研究の分野でも、世界で最も多様な人種の遺伝子を受け継いでいる人種であることが示唆されており、親子、兄弟、親戚で容姿が大きく異なる場合も珍しくない。カラードという呼称は、 アパルトヘイト施政下で法的に定義された人種分類に由来している。ケープカラードの場合、ミトコンドリア DNA と愛染色体派プログループの研究によると、母系は大部分が恋山族、父系は45.2%が黒人 37.、37.3%が西ヨーロッパ17.5%が南アジアと東南アジアであることが証明されており、これは 性的に偏った混合であることが示されている。クワズール・ナタール州におけるカラードは、主に、イギリス人入植者の男性とズール人女性の、根結であるとされているが、モーリシャスやセントヘレナのほかアイルランドドイツインドコサ人にもルーツを有している、ことが、明らかになっている。ジンバブエのカラードは、ショナジニアン・デベレ人、イギリス人やアフリカーナーの入植者、 アラブ人やアジア系の地も引いているとされている。マダガスカル人は、マレー人とバントゥ系民族の根結であることが、遺伝子マーカーの研究により立証されている。最近の遺伝学的研究においては、ケープカラードのルーツと遺伝子の割合は、個人差はあるものの、おおよそであるとされている。南アフリカと、近隣諸国において、少数の白人による政権は、歴史的に、非白人を、 白人から隔離する方針を取った。それに伴い、根血の人間たちは、おののが形成された人種的かつ歴史的な背景に、大きな違いがあるにもかかわらず、全員が一括りに、カラードとして分類されることとなった。それでも、19世紀末頃に、恋恋人ないし元奴隷とその子孫であるカラードたちは、社会におけるステータスアフリカンス号。 共通言語とすること、生活空間の近接性といった要素により、先住民とは区別される、カラードとしてのアイデンティティを、ある程度にまで共有する様になった。第二次世界大戦後の南アフリカではアパルトヘイトが制定され、政府は、カラードという用語を使用して、法律で定義された4つの主要な人種グループの一つとした。これは、 白人至上主義と人種隔離の方針を維持するための取り組みであり、南アフリカ国民は白人、アジア人、カラード、黒人に分類されることとなった。アパルトヘイト姿勢下において多くのカラードたちは白人への近接性を強く望む一方で十分に白くないことによる劣等感に苛まれるようになった。それゆえ近しい祖先に白人がいる世帯では、 そのつながりを強調すべく、自宅にその写真を飾るようになった。また、外見の面でも、カポイドと関連づけられたその容姿が差別の対象となったことから、多くの女性は毛髪にストレートパーマを当てるようになり、富裕層の中には花を成形する者も,もいた。こうしたカラードの人種意識は、白人に禁じすることによって、 より多くの特権に預かれるという物質的なインセンティブに起因するものとされている。実際に第二次世界大戦前までは白人と色の薄いカラードの結婚も珍しくなく人工登録法においてカラードではなく白人に分類され白人社会に溶け込んだ人々も多く存在した。1991年に人工登録法は廃止されたにもかかわらず 白人、アジア人、カラード、黒人からなる4つの民族集団は、依然として強い人種的アイデンティティを持ち、自分自身や他の人々をいずれかの集団のメンバーとして分類する傾向があり、そのことは、同国の文化や黒人経済力強化政策に代表されるアファーマティブアクションといった政府の政策にも根深い影響を残し続けている。白人とコイ人は、 1652年に、オランダ東インド会社が、ヤンファンリーベックの監督下で希望ミネを開拓した際、初めて散発的に接触する様になった。元来、コイコイ人は牧畜を営んでおり、白人たちは、食料の確保と貿易の拡大を図るべく、彼らを懐柔することに努めるようになった。その後、オランダ領ケープ植民地が正式に発足したことに、 ともない、西ヨーロッパ出身の白人男性による大規模な入植が始まった当初は、同地において白人女性はほとんどいなかった。それを補うべく、本国から本妻を呼び寄せたり、孤児の少女を集団で送り込んだほか、現在のインドネシアにあたる地域から連行されてきた後に、ケープマレーと呼称される奴隷の女性たちも到着する様になった。しかし、 当然ながらそれだけでは、問題の解決には至らず、多くの白人男性は、私役する、恋恋人や、奴隷の女性と結婚したほか、性行為を強要し続けた。また、オランダ東インド会社もケープタウンに、女性奴隷を収容した、慰安所を設け、女性たちは船員たちの性奴隷として酷使された。こうした、異人主観の結婚や性暴力が多発した結果、 数多くの根血児が生まれ、このことが後に、カラードと呼ばれることとなる、民族集団内子ケープタウンにおいて、一大カラードコミュニティが形成される起源となった。ただし、混外子として生まれてきた子供たちは、原則として、白人家庭に受け入れられることはなかった。コイコイ人は、白人が、自分たちの居住地である西ケープに侵攻した際、あまり組織的な抵抗を行わず、 その多くが奴隷として彼らに服従することを選択した。その過程で、コイコイ人社会において急速に西洋化が進んだことに加え、1713年に天然痘が流行し、免疫を持たない多くのコイコイ人が死亡したことや、度重なる干ばつに見舞われたことも、彼らが何世代にもわたって気づいてきた文化と部族組織が、 18世紀中頃までに完全に崩壊することとなる大きな要因となった。無論、白人に抵抗すべく奥地へ遁走した者たちもいたが、最終的にはそのほとんどが白人社会に組み込まれることとなった。三人は、恋恋人とは対照的に白人に対して激しい抵抗を続けてきたが、カラハリ砂漠等へ落ち延びた者を除いて、 白人に殲滅させられる末路をたどった。1795年にイギリスがケープ植民地を形成したことに伴い、植民地政府はすべての先住民に対して大規模なキリスト教の宣教活動を展開し、このことがカラードの西洋化を本格的に推し進めるきっかけとなった。カラードは アパルトヘイトやその元となる政策との戦いにおいて重要な役割を果たした。中でもグリクア人はトレックボアの男性とコイさ族の女性の間に生まれた子孫であったが南アフリカの社会秩序において根結人主への微妙な立ち位置に置かれていた。グリクア人の指導者であるアダム・コック一世は18世紀にケープタウンの外で自力で解放を勝ち取り、 土地を提供されたケープ植民地総督の元奴隷であったが、オランダ東インド会社が管轄しない領地を所有していたことから、脱走兵や逃亡奴隷など、様々な恋恋人をかくまい続けた。1902年に設立されたアフリカ政治機構は、主にカラードによって構成され、医師にして、その指導者でもあったアブドゥラー・アブドゥラーマンは、長年にわたって、 カラードの政治的努力を促進し続けた。その後、多くのカラードがアフリカ民族会議や統一民主戦線に参加するなど、果敢に反アパルトヘイト闘争に臨むこととなった。カラードの政治的権利は居住地や時間の経過によって異なった。19世紀にアフリカーナーによって建国されたトランスバール共和国やオレンジ自由国では、 カラードに政治面での権利はほとんど認められなかった。一方、ケープ植民地においては、法律上では、白人と同様の権利を認められていたものの、実際には、白人とは異なり、所得や財産に応じて条件が制限されており、このことは、カラードの間に、深刻な格差をもたらすこととなった。カラードの中には、アブドゥラーマンを含めて、 ケープタウンの市議会議員に就任した者もいたが、1910年に南アフリカ連邦が成立したことに伴い、白人以外は引き続き選挙権は認められたものの、非選挙権は剥奪されることとなった。これに反発したカラードは、頻繁に投票のボイコットを行ったが、こうした抵抗運動は、1948年の総選挙で、 国民党の勝利を後押しする事態を招き、結果としてアパルトヘイトが制定され、後にカラードは選挙権まで剥奪されることとなった。政府はカラードを強制移住の対象に定め、特にケープタウンの第6地区においてはブルドーザーを用いて立ち退きを迫り、当時はまだ十分なインフラ整備や雇用機会が備わっていなかった。 ケープフラッツを新たな居住地として定め、転居させた。このことは、カラードの若者の間に、ギャング活動がはびこる温床を形成する原因となり、アパルトヘイト撤廃後も、複数のギャンググループによる抗争が繰り返され続け、現在でも西ケープ州における慢性的な治安の悪さの大きな原因となっている。九百五十年に交付された人口登録法によって、 カラードという分類が成分化され、さらにその後の改定によってより細かく分けられることとなった。特に、インド系住民は、当初カラードの会グループとして分類されていたが、後の法改正によって、他のカラードとは別個の独立した人種と定められることとなった。それに伴い、もともと、バルタザール・フォルスターをはじめとする、 アフリカーナー保守派を中心に、第二次世界大戦後も多く信奉者がいたナチ党が、インド人は、アーリア人であると唱えていたことや、水系人口においても、白人やカラードと比して少数派だったことも、相まって、カラードより優遇される、中間支配層として利用されるようになった。ちなみに、コイコイ人や、ケープマレーは、黒人やインド系住民に、人口規模が及ばなかったことや、 双方の間で通婚がある程度進んでいたこともあって、根結ではないものも含めて一括りに、カラードとして分類されることとなった。こうした背景もあって、グリクア人は、アパルトヘイト死生下においては、黒人ではない、カラードであることを自認する様になったが、黒人の行動を制限するための身分証明書である、ドンパスが、一般的なカラードには、 携帯が義務化されていなかった一方で、先住民の一部とみなされていた、グリクア人には、携帯が義務付けられるなど、カラードの中では一段低い扱いを受けていた。1956年に、ヨハネス・ストレーダム首相は、カラードに与えられていた白人と同等の選挙権を、剥奪すると同時に、カラードには、白人とは異なる有権者名簿を作成し、彼らの利益代表たる、 白人議員を国会の会員では4名、ケープ州議会においては2名まで選出する権利を与え、国会の上院では総督によって1名が任命されることも定めた、投票者分離代表法を可決させた。これには、アフリカナー保守派と黒人から反発の声が上がることとなったが、ブラックサッシュの活動家たちは、カラードの声に耳を傾けることに賛同した。 政府は1958年にカラード問題省を設立し、翌1959年にはカラードたち自身によってカラード問題解決のための連帯が立ち上げられた。後者には27名の会員がおり、政府とカラードの橋渡し役として機能した。だが、こうしたカラードの代弁者を自称する白人のリベラル派やカラードの少数エリート層による活動に、 対し、一般的なカラードたちは、冷ややかな視線を向けており、多くの者が新たな有権者名簿への登録を拒否し、カラードの登録有権者数は、劇的に減少した。その後も、1963年には、カラード教育法が成立し、白人とカラードの学生は分離して、教育を受けさせられるようになるなど、カラードに対する、差別的待遇が改善されることはなかった。 1968年に投票者分離代表法は廃案となったが、翌1969年には、カラード代表評議会が設立された。この評議会の任期は5年で、政府が指名する20名と、小選挙区制の下で、カラード有権者によって選ばれた40名による、計60名の議員で構成された。白人有権者の66.3%が、 賛成に票を投じることとなった1983年の国民投票の結果に伴い、新憲法が制定されることとなった。これにより、カラードとインド系住民に対して、限定的ではあるものの賛成権を付与することが認められ、人種別参院政議会が成立することとなった。同時に多数派である黒人は、ホームランドを独立させることによって、 同国憲法の適用外に置かれることとなった。これらの方策は南アフリカにおける全国民に選挙権を認めるべきだとする国際社会からの圧力もあり、1990年から段階的に廃止されるようになった。1994年の総選挙において国民党はカラード有権者の6割強から支持を獲得し白人以外の有権者を取り込むべく、 1997年に新国民党として再編した。この政治的同盟には国内外から困惑の声が上がることとなり、一般的には白人とカラードがアフリカンス語や西洋式のライフスタイルと共通の文化を有することに起因するものと解釈されているが、7から80年代の反アパルトヘイト運動におけるカラードと黒人の同一化が 上辺だけのものに過ぎなかったことと、アフリカ民族会議が政権を獲得した際に、アファーマティブアクションによって、自身たちの既得権益が失われることへの不安が、いかに大きいものだったかを露呈するものであったと言える。20世紀後半以降、カラードによるアイデンティティ政治が影響力を増大する様になった。カラードが多く住む西ケープ州は、民主同盟などの野党が台頭し、 反アフリカ民族会議の傾向が強い地域とみなされている。民主同盟は新国民党の支持者を引き込むなど多くのカラードからの支持を獲得した。2006年のケープタウン市議選では民主同盟が圧勝することとなった。アフリカ民族会議が与党となって以降、カラードは十分に黒くないとみなされるようになり、アパルトヘイトシス下に 十分に白くないという劣等感にさいがまれていたことも鑑みて白人と黒人のどちらとも同化できない少数派であるという人種的終焉性の問題を建国以来一貫して抱え続けていることが指摘されている。カラードの主要言語となったアフリカンス語はもともと白人の入植が始まった頃のケープタウンにおいて白人と先住民であるコイコイジニア 奴隷の間で意思の卒業を図るべく誕生した言語だった。オランダ人がハイダッチと呼ばれるオランダ語を話したのに対し、コイコイ人や奴隷がオランダ人の言葉を理解するために用いたのが、キッチンダッチと呼ばれる文法が簡略化されたオランダ語だった。このキッチンダッチがオランダ人によってコイコイ人や奴隷などが使用する言語と融合させられ、 アフリカーンス語として定式化されることとなった。そのため、アフリカーンス語の元来の和者は、恋恋人内主奴隷、その子孫であるカラードということになる。カラードの子供たちクリスマスに、ケープタウンで行われる、カラードのマーチングバンドによる、パレードカラードの多数派を占める、ケープタウン等の都市部に住むキリスト教徒たちは、一般的に、西洋式の生活様式を営んでおり、 少数の富裕層を除いて、その大部分が公営住宅に居住している。西ケープ州では、カラードとマレー系住民による独自の文化が形成されるようになった。1968年にカラード社会の文化活動を促進するべく、文化創造協議会が設立されて以来、マレー系住民が中心となった合唱団とアマチュアオーケストラが数多く、 立ち上げられるようになった。毎年元旦には、ケープタウン義乳ジ人カーニバルが催され、彼らによるパフォーマンスが、観光の大きな目玉となっている。もともとカラードは、主に半熟練及び不熟練の労働者で占められて、り、建築家、石区、大工画家として、ケープタウン黎明期の建設業界に、大きな貢献を果たした。また、 漁業や農業に従事する者も,も多く、特に農民たちは、西ケープ州におけるワイン、果物、穀物の農場の開発において、重要な役割を果たした。マレー系住民には、熟練した、家具職人、仕立て屋、おけたる職人が多かった。1962年には、カラードの経済発展を促進するべく、カラード開発公社が設立され、 就労希望者への職業訓練やベンチャー企業に対する資金提供のほか、ショッピングセンターや工場などの建設も実施された。近年では、労働に従事するカラードは、製造業へついているものの比率が最も高く、女性労働者の35%が医療品、繊維、食品等の工場で雇用されている。ついで建設業が多いが、 業業に従事する者も,も今なお多く、田舎に住む者は、その大部分が農民である。また、特にカラードが、人口の約半分を占める西ケープ州においては、アパルトヘイト市政下より、政府の方針によって、公務員やサービス産業において、カラードを優先的に採用する政策をとっていたことから、現在でも、管理職、 事務職、営業職として働く者が多い。カラード、オックスフォードディクショナリーズ、オックスフォードユニバーシティ、2014年4月14日、閲覧。ABPLA、キャサリン、インディアンアイデンティティインサウスアフリカ、ピアニッシモ、7792、ドイ、10.1007、978から98113289859、シュレバッシュ、CM 内道。 ティースディオル、H、スナップショットミニシーケンシングツーリゾルブミトコンドリアル、マクロ、ハプログループスファウンドインアフリカ、エレクトロフェリシス、30、3657、3664、ドイ、10.1002、エルプス、2億90万197、プミド1981万27、フィン、ロレーヌ・マーガレット、ザカラード・コミュニティ・オブ・ダーバン、 A Study of Changing Perceptions of Identity, Darban, University of Natal, Palmer.5t, Through, A Colored Lens, Post, Apartheid Identity Amongst Colors Win, KZN, Bloomington, Ind, Indiana University, HDL, 2022, 19,854.DeWiz, E. Dell Port, W. Legamika. c.e. マインキス a. モーラー m. バンヘルデン p.d. ショーエ c. ホール e.g. ゲノムワイドアナリシスオブザストラクチャーオブザサウスアフリカン。カラードポピュレーションインザウエスタンケープ。ヒューマンジェネティクス128-145-53ドイ、10.1007 S0043901008361 S プミド2049549ミネヨーイチ南アフリカ虹の国への歩み岩波書店岩波新書1996年11月20日第一冊全国書誌番号97044727 ISBN 978から40億430万4739。a 信40億430万4733。ウェルシュ、デビッド、a ホローイング、アウト・オブ・アワー・デモクラシー。ヘレン・スズメン・ファンデーション、2009年10月23日、閲覧。ありがとうございます。